あ、はい、始めさせていただきます。僕たち F グループの発表を始めます。 F グループが提案するのはサイクロック、新しい眠気掃除機の提案をします。突然ですが皆さん、こんなことありませんでしょうか。この例なんですけど、学生でコウジ君と言います。で、コウジ君はこうやって授業中なんですけども、うとうとしてしまっています。皆さん、社会人の皆さんだったら、例えば仕事中にうとうとしてしまったりだとか、帰りに疲れて居眠りをしてしまったりだとか、そういうことあると思うんですけど、この場合はコウジ君は授業中にうとうとしてしまっています。で、そして寝てしまいました。で、友達に起こされて、やっとハッと気づいて起きる。で、それでコウジ君は昨日の夜を思い出してみると、夜遅くまでこうやってパソコンをしていました。で、ついつい夜更かしをしてしまったんですね。で、そんなあなたに僕たちが提案するサイクロックです。サイクロックという名前はサイクルとクロックを合わせたとこから来ています。で、サイクルは睡眠周期の管理、クロックは寝るべき時間の表示という意味付けでやっています。サイクロックは一言で言うと、睡眠周期を改善してくれる睡眠周期アドバイザーです。で、細かいことを使い方を説明しながら説明したいと思います。まず手首にバンドと、で、下着やインナーなどにクリップをつけて体温を測ります。なぜ体温を測るかというと、まず人間というのは通常時は 手先が冷たくて、芯の方はあったかいんですが、睡眠時はその逆になって、手先があったかくなって体温がちょっと冷たくなるんですね。そこからそのバンドとクリップを使うことによって温度差が測れるので、それをで寝ているかを判断します。そういうことによって、後ほど計算方法は説明するんですが、起きる時間を設定すると何時に寝るべきかを表示してくれます。さらにサイクロックには時計としての機能もありますので、普段は腕時計として使うことができます。またサイクロックについているボタンを押すと、その人がその日寝たりっていない時間というものを表示してくれます。パーティーやお風呂に入るときなど、どうしてもサイクロックがつけられないというときには、つけて外すことで時間を計算しないようにする仕組みがあります。このサイクロックでどうやって睡眠時間、いつ寝ればいいかっていうのを計算しているのかについて説明します。はい、普段とっている自分自身の睡眠時間と、その日その人が昼寝をしたかどうかから計算します。昼寝や居眠りをその日にしてしまうということは、普段の睡眠時間ではその人にとっては睡眠時間足りてないってことなんですね。ですから、その昼寝を感知してしたら、いつもより早く寝るようにサイクロックがアドバイスします。で、サイクロックを使うことによって、最初のユーザーコウジ君が、コウジ君の生活がどのように変わっていったかをもう一度見てみたいと思います。はい、これは前日の夜、夜更かしを仕掛けているところですね。サイクロックをつけています。で、寝る時間が、そろそろ寝る時間だよっていうふうに近づくと、サイクロックが震えてお知らせしてくれます。で、コウジ君は、震えてるって、こうやってくるって見る、手首をひねることによって、今夜いつぐらいに寝てくださいねっていう時間が表示される仕組みになってるんですけども、それを彼を確認して、そろそろ寝る時間だな、寝た方がいいなと気づきます。で、彼はしっかりその日早めに寝て、翌日眠気もなく勉強に集中できているように、ユーザーの生活が変わります。はい、ちょっといいよ、身につけよ、サイクロックということで提案の発表を終わります。ありがとうございました。意見
などありましたらお願いします。さっきつけるとき体温を測るときってこの辺にセンサーをつけるってあったんですけど、ここで体温で取れるんですかね。なんかここだとあまり体温取れないんじゃないかって多分誤差出そうな気がするんですね。どっちかというと人間一番体温取れるっていうのは、まあ、よくある脇にこう体温で刺したりとかあるのと、あと耳元ですね対してあんまりなんか真ん中あたりで取れないんじゃないかなっていう気はするんですね。実際なんか取れたんですかちゃんと。体温取ってないので取れるかどうかはわからないんですけれども、自分たちがどうしてここにつけるかって決めたかについて少しお話ししますと、そのサイクロックつけてるっていうことがちょっと夜更かししてるっていうことにもつながるので恥ずかしいんじゃないかということで、つけるとしたら見えない位置なので腰などにつけれたらいいなということで腰につけると設定しています。実際にできるかどうかは似たような研究で脈拍数を取ることで一定度の体温の類推という研究があって、要は脈拍の多さ少なさで低体温になるかっていうアラートを出すっていう研究がどっかであったんで、多分それ探せば多分体温を出しやすくなるのかなっていう気はします。そうすればここにつけるだけで全て解決しちゃうので。あと昼寝の時間も考えるんですか。昼寝ってそもそも体にいいことだから昼寝はちゃんとやっておくようにっていうふうに言われて、それはなんか止めるものではないような気がするんですけど、なんか1時間毎日寝てるとなんか寿命が高くなるとかっていう研究もあったんですけども、なんか昼寝はちょっとなんだかなっていう気はしました。確かに昼寝することがいいという研究も私たちの、サイクロスを発案する過程では調べたんですけども、なんていうか、ね、確証が持てなかったというか本当にそうなんだっていうのが分からなくてですね。で、あと私たちが考えている昼寝っていうのはついうっかりうとうとしてしまう程度の昼寝であって、その15分しっかりとるとか30分しっかりとろうと思っとる昼寝のことではないので、なんて言えばいいんだろう、昼寝することがいいっていうのもあると思うんですけど、この提案の中では昼寝よりも眠いということで捉えています。あとはなんかそのデータとかに貯めておいて携帯か中で見れるようにすると嬉しいなという気はします。以上です。ありがとうございました。他に何か、他のグループであんまり、聞かれてないことでこのグループだけ聞くのは何なんですが教えてください。掃除ということとサイクロックの関係。はい、最初の授業の一番最初に掃除の本質について出したんですけれども、私たちのグループではその掃除とは何なのかというところで、今ある状態をより良くすることが掃除であると見つけたんだっけ、確か今ある状態をより良くすることが掃除の本質なんだと、導き出しました。で、代わりにちょっと、僕たち掃除の分析をした時により良い状態にするだとか、あと散らかっている状態を掃除をすることによってきれいにして何かを解決するものっていうのを掃除の本質だと捉えたんですね。でそれで僕たちのグループの中で、何かを解決する、何か問題を解決するっていう風になって、僕たちの中で日常で解決できてない問題をたくさん挙げてったんですね。その中で眠気っていうのがみんな共通して解決があんまりできてない、昼間に眠くなってしまうっていうのがあって、でそれで眠気を解決するということをしたくてこれを提案したんです。はい、わかりました。あんまりいじめたくないんですけど、問題を解決するということは全てのデザインの本質なので、
掃除をするということを問題を解決をするっていうところまで、はい、戻しちゃって説明にするとちょっと苦しいかなと思います、はい、まあそれぐらいのものですけど、はい、はい、ありがとうございます。他にありませんか。じゃあ段階お願いします、はい、単純にですね、サイクロックっていうそのロゴタイプなんですけど、これ多分くじだと思いますが、これくじになってる理由ってあるんですか、教えてください。そうですね、このはい、このロゴを考えたときに、そうですね、一番きっかりリバイブがよく見えるかなと思って、特に深い意味は考えてなかったんですけども、はい、それならちょっと発言させていただきたいんですが、見栄えだけで決めない方がいいですね、はい、理由があった方がいいです、ね、はい、理由はきちっと教えてください、はい、せっかくコンセプトでものを作るっていう課題なので十分考えてください。はい、わかりました、ありがとうございます。他にありませんか。以上で F グループの発表を終わります。ありがとうございました。